カモ鍋は、カモ肉を白菜やネギなどの野菜、豆腐などと一緒に煮込んで作る料理のことである。本来は、漁師などが調達したマガモの肉を使うが、現代において、一般的に市販されているカモ肉はほとんど飼育された、アヒルあるいはマガモとアヒルを交配させたアイガモである。カモからは、出汁が出て、昆布などで軽く、出汁を取ることもある。区内長のカモの両場である、 千葉県市川市の鴨料理専門店では、東製の浅い鍋に油を引かずに鴨肉を焼き、野菜と共に割り下で食べるというすき焼き風の鴨鍋が名物である。あっさりとした出汁で食べる鴨鍋の場合は、火にかける前に出汁と野菜を鍋に入れ、野菜の上に鴨肉を置いて煮る。いずれの鍋も鴨のコクを十分に楽しむため、締めはそばを入れるのが通例となっている。古くは、 豊臣秀吉が大阪でカモの飼育を奨励したという記録や平安時代から飼育されていたという説などがある。その名残から関西地方ではすき焼きが夏の需用食とされていたという説もある。大阪で根付いたアイガモ産業は明治時代末期に始まった。カモの肉は一見油が多く感じられるが牛肉などと違いコレステロールが少なく不法は脂肪酸や ビタミンなどが多く含まれており、健康上の懸念は比較的少ない。不法和脂肪酸は植物油に多く含まれているもので、常温で固まらず、血中コレステロール値を低下させる作用があると言われている。さらに、アイガモには牛、豚肉に比べてミネラルやビタミン類が豊富に含まれ、鉄分は豚肉の2倍、レチノールも牛、 豚肉の3から5倍の数値とも言われる。ウィキメディアコモンズには、カモ鍋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。